どうもエルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、ちょっと壁やってなかったんでつけたところで入っていきますか。さあ、どうなることやら。忍者屋敷からくりってことで、仕掛けだらけの忍者屋敷、それがこのからくり。お主は無事に脱出できるかな。今すぐ挑戦しよう。どうしましょう、仕掛けだらけの屋敷ですって。無事にだなんて、もしかして危ない仕掛けとかいっぱいあるのかしら。私そういうの超面白そうまあそう言うと思ったよ。仕掛けだらけの謎を解いて忍者のように駆け抜けて脱出をするんですわね。今すぐやりたいです。あ、ボム兵さんもよく見たら結構忍者っぽいですわよ。やりたいでしょ。いやー、俺はちょっと危ない仕掛けとかそういうの怖いとかはないですけど、ちょっとな、子供っぽいっすよね、こういうの。あら、こういうのはなりきって楽しんだ方が楽しいのに、言ってることはわかるさあ、1000コインゲッチュー。意外と。まあ、ぐるっと回りましょうかね。お？あ、マリオさん、こんな岩の下にいる私を見つけていただけるなんて。ところで、迷子っぽい人が中に入っていったっぽいんです。それっぽい声が聞こえたんです。迷ったなーって言ってんの。まあでも、ああ、上ね。一回チリンってなると気になってしまってさ。ありがとうございます。看板の手裏剣が止まっちゃっているんです。何かあったのかな？止まってる？あ、じゃあ、後で動き出せばっていうところか。あ、俺やっぱりここで待ってるっす。あら、そう？でも私たちはもう止められませんわ。それじゃあ行ってきます。あれは本当に仲間なんだろうか。忍者を志す諸君からくりへようこそ。この屋敷から脱出できればキノコ流忍者の免許改善となる。また隠れている忍者を見つけた数が忍者ランクで、へえ、そんなのがあるの。パーフェクトを目指し豪華な褒美を手に入れろ。いやーん、ワクワクします。あ、ねえ、マリオさん。謎に捕まったら遠慮なく、私を呼んでくださいね。でも、それでクリアできたら、私の方が真の忍者になっちゃいますけどね。めっちゃ楽しそうやね。からくり、はじめ。さあ、行きますわよ。では、これにて、ドロン。あー、そうだね。どっちが行こう。右。ないんかい。左もうないん。お、あ、これそういうこと。おお、いや、これは視界的にだもんね。もうそんなんやられたらさ、もうガンガン叩くよもう仕掛けとはっていう感じになってしまうけど、さあ、まあ第一っていう感じかな。まああそこだよね。おお、まさかの。ってことは、ほうほう、開ける。おお、あ、そっか、これ探せばいいだけだからいいのか、これで。じゃあ引っ張るさあ、次。ああ、こんなもんかな。急に音楽が鳴り出したね。ほっ嘘だろ。いやー、びっくりしたー。なんとか避けたけど。名前なんだったっけ、この子たちは。さあ、整列。ハックン。ああ。服部じゃないんだね。ドローン 13。 今確実に味方身代わりにしたよね。そうか、なんか普通のブーツが全然有効打にならないね。おお、変わり身の術した。やるねー。うん、じゃあ、倒せないの分かったらこっちだね。まあノーダメは無理だったけどね。そうだね、アイアンブーツとかそのうち買いだみするか。じゃあ全部、ああ、やっぱハンマーで叩いたらダメだね。全部倒すか。キラーハンマーでどうかな。はあ、もうハンマー自体がダメ。なるほどね。手裏剣痛い。もう完全にダメとかいるんだね。いやー、敵の種類も増えてきてなかなかなってきたね。じゃあアイアンブーツ。いやー、忍者多い。あ、壊れちゃった。よし、さあさあ、終わり。まあ、今回はコイン多めだね。でもブーツが数百円だから、これでっていう気はするけどね。めっちゃ来るやん。わーすっげえな。ウェーブバトル5体か。あ、いいの持ってるね。ジャンプでしか倒せないってなるとさ、まず君たち倒して、さすがにね、次のウェーブで使うのはもったいないんで倒しきらないとね。さあ、ゲット。さあ、ラストウェーブ。あ、意外とだったね。さあ、神の手。神の力か。さあ、盛り上がってきたよ。トンとね。さあ、1100。これでかいね。そして、倒した後をもらうとコインを。こんなもんかな。まあ、ここが、まだそういう感じ。意外としつこいね。もうまとめて倒した方が楽ちんだね。お、意外と壊れなかった。よし、オッケー。さあ、あとは、出口を探すだけなんだけど、引っ張る。お、発見。ははは、めっちゃ走っていってたな。お、え、逆になんもなさすぎて心配になるんだけど、大丈夫？まったくかー。おお、ウケ。お団子が気になるね。いけ。お、見つけ。いて。おお、だよね。あ、意外と、あら、意外とこう、お、キラポイ投げハンマー。あれ、これだけ？あいてー。いてー。地味にいてよー。いてー。お？どういうことだ？まさか、そういうこと、そういうことする。まんまと騙されたわ。マジか。めっちゃダメージ食らったよ。そこでトマ、ああ。しかもしっかり落ちるタイプね。こういって、さあ多分ジャンプで倒せるから、さあ月中、ほい、待ち伏せ成功。ああ、落ちた。いやいや、下手くそすぎるやろ。さあ戻ろう、もう一回。あ、避けすぎた。普通に避けてしまったね。イエーイ。あれ取りたい。お、まさかの。さあ、ハテナブロック回収。あ、で降りて終わりってことか。考えたね。僕はなし。まあこんなもんか。よし、オッケー。で、降りると。さあ、もうすぐ終わりなんじゃないの？さすがに。閉める。嫌だな、この感じ。うん？結構普通だったね。これだけか。ん？おお、ルイージ。緑緑言ってたけど、本当に緑出てきたね。おお、ドスン部屋。たまには使おう。お？やばっ。そしたらでもな、あそこ当たんないんだよな。そこね。使ってみようか、せっかくだし。お、これでハンマーいけんじゃね？さあ、オッケー。これで次が楽になると。意外と良かったね、あのブロックはね。さあ、これで次ジャンプ。次はもう一掃できるからね。ネクストウェーブ、第3ウェーブまでか。先だね、動かして。こうだね。キラブーツ。さあ、そろそろ壊れるかな。あ、壊れちゃったね。そしたら、ファイヤー使ってみますか。どんな感じ？おう、強っ。普通に強っ。あ、これファイヤーいいね。え？あ、はいはい。で、違う、こっちだ。ダメだね。よし、とりあえず燃やそう。大量にあるしね、もう使った方がいいね。当たる瞬間に押すのか。いや、使うよ。ガンガン使うよ。使えるとき使わんとね。むずっ。で、まあ、キノコは回復として、まあ、いいか。こっちに2体倒そう。お 13 ダメージ高えんだよな。さあ、もう倒せないけどね。もう頭から落としいってるもんね。捨て身攻撃だよ、捨て身。いやー、ちょっとマリオのあれファイヤーはいいね。おお、神の手いいな。ファイヤーマリオちょっと今後使っていこう。さあ、神の手。おお。あ、やべやべやべ。こんな仕掛け死ぬじゃん。ほっ、危な。お。おめでとう、からくり、クリアだ。キノコ流忍者、免許改伝。今日からお主も忍者であると。わーい、やった、クリアですわ。私のヒントなしでクリアできちゃうなんて、マリオさんすごいです。実は私、わからない謎が結構ありましたわ。それもそれで、ちょっとね、さすがマリオさん、忍者おめでとうございます。さあ、見つけた忍者23体。もう少しでパーフェクト。あー、マジか。ナイス忍。褒美を受け取るがよい。尻尾。ってことはフィギュアかな。セーブ中。いや、単純に倒すのが面倒だった。ああ、面白かった。マリオさん、またやりましょうね。どうです、緑の人はいたっすか。緑の人が忍者屋敷に行ったって聞いたから調べに来たんですよね。もちろんですわ。でも緑の人なんていなかったよね。いたかもしれないし、いなかったかもしれないですよ。もう一回遊ばないとよくわかんないけど、それはやめよう。忍者パスパス。あ、でも動いてないんだよね。確かに。ちょっともう一回行きます。そうだよね。近くで見てみたいよね。あ、いけるの？いけたのか。そういうことか。そりゃ気づかんわ。ってことは、この辺り。お？こっちはいけない。いや、これ回すだけか。さあ、中に入って、あ、施設。あら。引っ張りすぎやろ。関係者以外立ち入り禁止ですけど、マリオさん特別に許可します。あ、地下がある。イエーイ。おお、助かったね。さあキノピオは全員動力室です。地下の動力室で動いている。え、入れただけそんなのある？あ、挟まってるー。うわー、動けないよー。誰か誰もいいから助けて。本当にいたね。ああ、どうしてこんなところにルイージさんが。しかもいつも話が噛み合わないルイージさんがギザギザとしっかり噛み合ってるひどいな。助けてあげたいけど、こんな大きいギザギザどうしたらいいんでしょう。ああ、これはもう足りないから投げるしかないよね。お、さあこれで降りた。で、お、ガチッとはまると、お、動いてる？助かったー。あれ？よかったー。あ、落ちてきたね。あれ？助かってない。仕方ないなー、弟よ。兄が直々に助けてあげよう。ちなみに、乗れない。死ね。ありがとう、兄さん。助かったよ。ところで、兄さん、聞いてよ。探したピーチロの鍵をついに見つけたんだ。はい、どうぞ。え、それはウェイドランドのマスターキー。それ泥棒だよ、君。その鍵、なぜかこのウェイドランドのスタッフルームにあったんだよ。その後おっかないワンワンから逃げたらさ、迷子になっちゃってさ、気づいたらこの町に、この変な地下室に迷い込んじゃったわけ。ルイージさん、いろいろとご苦労様でした。この鍵、私たちが探してたんです。助かりましたわ。でもこれ残念ですけど、ピーチ城の鍵じゃないみたい。え、違う鍵なの？しまった。大事そうに壁にかけてあったから、てっきりピーチ城の鍵だと思っちゃったよ。よし、それじゃあ早速本物のピーチ城の鍵を探しに行かなきゃ。それじゃあ兄さん、オリビア、またねー。イエハー。あんな目にあっても全然めげないんですね。ルイージさんって偉いですわ。でもやっぱりどこか話が噛み合わないかも。まあ、紙テープが全部取れた、ピーチ城の鍵は必要になるし、ルイージさんにはこのまま頑張って探してもらうのがいいのかも。とはいえ、なんだかんだでマスターキーが見つかってよかったですわ。これでお城の門が開けられるかもよ。さあ、これで戻りますかね。あ、さっき緑の人が走って出ていったっすよ。新手の忍者ですかね。あんな格好してたら逆に目立つと思うけど。いや、マリオもだいぶ目立つよ。そのルイージさんががっちりと噛み合ってくれたおかげでマスターキーがありましたわ。俺との話が全く噛み合ってないけど、とにかくマスターキーがあってよかったっす。それじゃあ城の門を開けに行きますか。なんかね、噛み合わないの多いよ。乗れない。でも本当はあれだね、味方っていう味方は全く助けてくれないっていうね。ボム兵ちゃん。さあ、ボム兵まさかのボム兵がもらえると。さあ、出よう。まあでも面白かったね。さあ、着きました。ここを開けて、何があるかだね。わあ、でも今回やったからくりがね、からくりが超ね、謎が解けるかな。謎解きの、ま、はてなかけると、謎が解けるかな。謎がね。ああ、で開くってわけか。緑、緑、ピンクかな。あら、本当に謎が解けるかなだね。はい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 。これで OK。左右対称だね。対称とまで言わないけど、非対称か。よし、ゲットでいいのかな。さあ、何が出る？あ、ハートだ。これはでかい。105。あ、そっか。ハートも隠れてるわけか。そう考えると、こういう隠し要素はバカにならないね。しかもね、一箇所キノピオがね、どうしても見つかってないところがあって、気になってるんだよね。気になってるから届かないんだよね。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ結構時間もいい感じなんでね。まあ次はやっと、お城の中に入れるかなと思いますね。あと、ボス戦にも行けるかなと思います。まあ、倒したいね。早めにね。ということで、今回はここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。